今日のタイトルが子供と大人の勝ち負けの基準っていうのをしたんですけど、子供の場合だと、例えば揉めてる相手が殴り合いをして、殴り倒した。てやったら、殴り倒した方が勝ちで、殴り倒された方が負けなんですよ。でもあの、私はたし超えると、殴り倒された方が警察に行くと、殴り倒した方が捕まったり、民事で損壊賠償とかを負うんですよ。なので、何かトラブルがあって揉めてますというのを見たときに、その場の雰囲気で、勝ってる感のある方が勝ってるってなる のは割と子供の感覚なんですよね？なので、立花さんと川上さんの話し合いの話なんですけど、あれで言いまかしたように橘さん見えます。で、ただ、何をお互い手に入れたのかっていう風に考えると、立花さんが僕何を手に入れたのかがわかんないんですよね。川上さんに勝ちました。っていうので、立花さんファンが喜んでると。 で、立花さんファンはもともと立花さんファンなんですよ。なので、それで別にファンが増えたわけなく、ファンが立花杖えって言ってると。で、川上さん別に芸能人でも YouTuber でもないので、ファンを増やしたいと思ってるわけではないんですよね。ただ、あれを見て、 あ、立花さんと対談とかってしない方がいいよねって思った人めちゃめちゃ多いと思うんですよ。まあ、上場企業の役員で忙しい中、時間を取って対談をして、バカだって多分ね、2回か3回言われてるんですよね。要はその、何か話をしようとした人で時間を取りました。スタジオ代とか川上さんが出してる気がするんですけど、関与してる会社のスタジオ使ってると思うので、なので、あ、時間を取ってこの人の話をして、罵倒されて、ファン的な人たちにコメント欄で叩かれる ってなると「あこの人と関わらない方がいいよねって」 いいうふうに見える人のが多いと思うんですよ立、ね、花さんが頭のおかしな人以外は大体話しますって言ってたんで、あ、じゃあ僕は頭のおかしな人とは話したくないですって言ってもいいんだっていうのがあったので、なのでもう頭のおかしな人とは会話しませんっていうのを僕も公式に言えるようになったので、立花さんとよく対談をしろみたいなのがなんかツイッターで来るんですけど、立花さんの頭が真っ当になるまでは会話しなくていいと立花さんも言っていたので、なので会話しなくていいんじゃないかなと思ってますみたいな感じで、割とその話し合う人減っちゃうと思うんですよね。まあその勝ち でで買っったたよううに見えるなんですけどそのの後何を得たのかっていうと僕、立花さんが得たものあんまりないと思うんですよね。要はその世間でいくと、川上さんはガーシーさんに強要された被害者なんですよ。警察に被害届を出して。で、その、じゃあガーシーさんを支援していたし、まあ友人であるって言ってたかなっていう人が、被害者である川上さんをバカでやるとか侮辱をするというのを見て世間がどう思うのかっていう。なので、あれ、 見た時にじゃあ NHK 党っていいよねかっこいいよね僕たちの味方だよねって思うかっていうとあこの人たちやっぱりおかしな人たちだっていう風なので失ったものの方が大きい気がするんですよねで 川上さんは、世間的な評価下がったと思うんですけど、じゃああれを見て、川上さんの友達辞めるかとか、じゃあ角川ドワンゴの株を買わないようにしようとかってなるとかっていうと、多分変わんないんですよね。宮崎駿さんに怒られた時とかも、別にじゃあそれで角川ドワンゴの株を買うのをやめようってなるのかっていうと、別にならないっていう。 なので、話し合いにおいて何を得ようとしたのかっていうので、確かに川上さんも何も得てないんですけど、川上さんは特に失うものはないと。で、立花さんも何も得てないんですけど、ただじゃあ失うものは結構あったよねっていうのがあるので、なのでその、二人とも何も得てないっていう意味でいくと、マジ無駄なことしてたよねって思うんですけど、ただ、失ったものは何なのかっていうと、立花さんだけ何か失ってるんじゃないかなという気がしました。はい。